90式戦車は日本の戦車。第二次世界大戦後に日本国内で開発生産された自衛隊の主力戦車としては61式戦車、74式戦車に続く3代目にあたり第3世代主力戦車に分類される。北海道に着上陸進行してくるソ連軍の気候部隊に対抗することを開発目標としており、世界の 第三世代戦車、トップクラスに被験する性能を有する。製造は、車体と砲塔を、三菱重工業、1 2 0トル格好法を、日本製工所が担当し、1990年度から2009年度までに61、式戦車のすべてと74式戦車の一部を、更新するために341両が調達された。価格は1両あたり。 約8億円である。120mm 格好砲と高度な射撃管制装置により高い射撃能力を持つ。西側諸国の第3世代主力戦車では初となる自動装填装置を採用しており、乗員は装填手が削減され3名となっている。装甲には複合素材が用いられ、正面防御力は世界最高水準と評価されている。 北海道の北部方面隊以外では、教育部隊の富士共同団、第一機構教育隊、武器学校にしか配備されておらず、本州以南の機構部隊は74式を主力とする。平成23年度以降は、冷戦の終結、防衛方針の変化や防衛費の削減、東アジアの軍事バランスの変化など、世界、国内の情勢変化を受けて、 全国的な配備を目指した後継の重式戦車が配備される。一方で、平成23年度以降にかかる防衛計画の対抗で示された動的防衛力の方針から、90式戦車も北海道以外の地域で活動を行えるよう、訓練が実施されるようになっている。本車両の開発は74式戦車が正式化された直後、 1977年に神奈川県相模原市にある防衛庁技術研究本部第四研究所が新戦車の各種構成要素の研究施策をスタートさせている。当時は米ソ冷戦下にありソ連軍及びワルシャワ条約機構軍の質的向上量的増大による東側陣営の軍事的脅威が高まっていた時期でもある。同時期。 ソ連軍は1 2 5ト、mm、ル格好砲を搭載させた戦車の配備を進めている。1979年にシステム設計を開始し、1980年には開発要求書がまとめられた。1982年度から1983年度までに一時施策として、日本製工所と大金工業などが手法、弾薬、 自動装填装置の試作を行った。120mm 格好法向けの自動装填装置の開発は世界初となったが、当初から手法に関しては、ドイツのラインメタル射精44口径 120mm 格好法 RH120 をライセンス生産する方針になっていた。テスト用として、オリジナルのラインメタル射精 120mm 格好法と、 弾薬も輸入されている。陸上自衛隊広報センターに展示される試作車砲塔上面手前側に、車長、12.7mm 重機関銃、M2 を挟んだ反対側に砲手が乗車する試作車の、ため旧型の74式 60mm 発煙弾、発射機が装備され、自動装填装置上面のブローオフパネルが、省略されている。 また、社長用標準潜望鏡の形状や設置位置など量産車と異なる点がある。1983年から1985年にかけて三菱重工業が参画し、試作1号車と弾薬の試作が一時試作として一時試作として、試作2号車と弾薬の試作が行われた。この一時試作、二次試作で、 合計6両の試作車が製造され、各種試験に投入された。一次試作の試作車による技術試験は1983年10月から1986年10月までに、軌道性能、火力性能、防護性能などの試験が実施された。試験中に一次試作の2両は、合計約1万 1000km の走行試験。 合計約1220発の射撃試験を実施、また、1985年7月に実施された装備審査会議調整部会の決定により二次試作では、ラインメタル射精 120mm 格好砲を採用することを決定した。1987年9月から1988年12月までに行われた二次試作の試作者による試験は、一次試作の 試作者の試験を受けた仕上げ作業に加えて、招待行動試験も実施された。この試験では、下北試験場にて試作者への射撃試験も行われている。1989年2月からは、陸上自衛隊による実用試験が同年8月まで実施された。実用試験では潜水図書準備、NBC 使用状況下の行動、重機関銃による、 対空射撃、弾薬補給など、あらゆる事態を想定した試験が行われた。試験中に二次試作の4両は、合計約2万 500km の走行試験、合計約3100発の射撃試験を実施した。実用試験の結果、陸上自衛隊は、部隊の使用に強し得るとの報告書をまとめ、1989年12月15日に、 装備審査会議調整部会において、陸自側の報告内容を追認し、正式の採用を適当と認めるとの決定を下した。翌1990年8月6日に、新型戦車は90式戦車として正式化された。同年、30両の調達が開始された。現在、この試作車のうちの1両が、陸上自衛隊広報センターで、屋内展示されている。 この車両は、もともと、日本原中屯地に、用途廃止者として、屋外展示されていたものを、広報センター解説のために化粧直しをして遺憾した、ものである。これは初めて90式が公開された時の写真と、同じく、砲塔正面走行を、キャンバスで覆い隠している。また、車体前面には92式地雷原処理ローラ用の6箇所の、取り付け座がある。 試作車は土浦駐屯地と前川原駐屯地でも一両ずつ屋外展示されており、校舎にはストレート動作が取り付けられている。日本の戦車開発は世界の主力戦車が第二世代へと移行する中で正式化された第一世代相当の先々代の61式戦車や第二世代戦車としては他国に並ぶ性能を有するが、やはり世界の情勢は 第三世代戦車に移行している中での正式化と一歩遅れることとなった先代の74式戦車と他国の後陣を配する状況であった。しかし、ようやく本社に至り、同時代の世界各国の新鋭戦車に並ぶ能力を持つに至った。砲塔 JM33 相談党付翼、安定鉄鋼弾 JM12A1 追戦車榴弾 ヤキマ演習場での訓練に参加する90式戦車。手法には西側第3世代主力戦車の標準手法となっているラインメタル車の44口径 120mm 格好砲を備え、玉手はアプフスズとヒート MP を使用する。この 120mm 格好砲用砲弾の薬莢は精進薬莢と呼ばれるもので、 テーブを残して燃えてなくなる仕組みで、射撃後に空薬莢を捨てる必要がない。照準具安定装置、自動装填装置、パッシブ型熱線映像装置、各種のセンサーと連動したデジタル計算装置を備え、照準具安定装置の自動追尾機能は、車体が上下に揺れたり、左右に方向転換しても常に目標を捉え続け、方を目標に施行できる。 射撃管制装置が、レーザー側延期や放置軸傾斜系、創薬温度計、往風センサーなどから送られてくる情報を計算し、弾道へ与える、各種要素を割り出す。そして、標準装置への入力、設定を、標準制御器に送ることで、砲弾は的確な軌道を描いて目標に命中する。なお、90式戦車の格好法は、仰ぐ深く範囲が狭いものの、 サスペンションによって、車体を傾斜させることでこれを補う。これら国産ハイテクが導入された、射撃管制装置や、自動装填装置を用い、射撃には大容量のデジタル弾道コンピューターと、ジャイロを併用することで、目標を呼び、自らが移動していたとしても高精度な更新感、連続射撃が行え、急激な精度で車体が前後に傾いた状態でも、 正確な射撃が可能となった。なお、自動装填装置を採用している点については、評価する声がある一方で、装填手一人分の人手がなくなったことで車体の清掃や整備、戦車用円体を掘るといった作業における、搭乗員の負担が増加したとの意見がある。メルカバや M1A ブラムスのように、技術的には可能とされながらも、乗員源のデメリットを考慮し、 自動装填装置の搭載を見送った例もある。人員削減の思惑もあるとされるが、砲弾装填の失敗、事故を防ぐ点は評価されている。自動装填装置に関しては、過去に装填動作中のラマーに足を引っ掛けられて、乗員が負傷した事例が報道されている。日本の演習場では、広さの問題から後進艦連続射撃や、 最大射程射撃訓練などが十分にできず、急減速する訓練弾を使用していたが、1996年度より、毎年9月に、アメリカワシントン州のヤキマ演習場に90式を持ち込んで、戦闘射撃訓練などを行っている。ヤキマ演習場で高機動テストや走行間、射撃テストを行った際には、停止状態だと 2km 先の標的用。 M60 パットンに高確率での命中、走行間射撃では 3km 先の目標に命中させるなどの性能にアメリカ軍関係者が驚いたという、零零式 120mm 戦車砲用演習団の導入により、富士総合火力演習でも2002年度から更新間射撃が披露されるようになった。砲塔内の社長席には正面に照準戦謀橋、 線謀共操作、パネル、サーマルモニター、照準機ハンドルなどがある。線謀共操作パネルには28個のスイッチとランプがあり、社長はこれらを見ることで、自らの車両の状態を知ることができる。また、社外の社長用視察、照準装置を介して、外の様子を知ることができる。放射席の後ろにはハンドルを取り付ける穴があり、装填装置が、 使用不能になったとしても、放手がハンドルを取り付けて回すことで弾薬を装填できる。放手席には、正面とサイドにパネルがあり、正面のパネルには14個、サイドパネルに20個のスイッチが備わっている。放手席左側には無線装置がある。照準ハンドルには追尾スイッチ、角速度ボタン、レーザー発射スイッチ、撃発安全レバー、 激発ボタンの計5個のボタンスイッチがあり、両手の指を使い操作する。砲塔後部には、ラックと円筒形の風光センサーを備えている。90式戦車の手法は、砲弾が精進薬強方式であるため空砲が利用できないと、され、創立記念行事などでの訓練展示では代わりに、同軸機銃の74式車載 7.62mm 機関銃を、 手法に見立てる模擬射撃が行われていた。後に、メーカーから非燃焼薬莢の空砲が提供されるようになり、2012年の富山中屯地創立50周年記念行事より、空砲を使用しての訓練展示が行われている。上院向けに89式 5.56mm 小銃が支給される。砲塔左前面マークは、戦車共同体第二中隊。 セラミック系複合装甲の実用化と車両、そのもの小型化により、軽量ながら防護力は高いとされている。セラミックは高度がある分割れやすい素材だが、アップフスズなどのように、セラミックが割れる速度より高速で衝突してくる物体に対してはその高度を防御力に転換でき、劣化ウランなどの重金属装甲よりも軽量化することができる。 これによって90式戦車は防御力を維持しつつ、他の同世代戦車に比べて軽量化することに成功しており、車体そのものが小型化されたことで、被弾率が低下し、発見される可能性も抑えている。一般に公開される90式の砲塔正面装甲には、明細塗装のキャンバス布地などが貼られ、複合装甲の詳細は隠されるが、 生産車両の試験走行時に撮影された公開写真などには何も塗られていない状態のものが存在し、その形態からルクレールと同様の内装式モジュラー走行と見られている。砲塔前面の複合走行が垂直の平面で、被弾形視を考慮していないのは、走行を傾斜させると、前面と A 面積あたりの重量が増加し、車内容積が減少する点のほか、 高速で衝突し、流体状の振る舞いで貫通するアプフスズに対しては、走行傾斜による被弾傾視が意味をなさないこと、また、傾斜させずとも、それに耐えられるだけの走行剤の開発に成功したことなどが理由に挙げられている。対談試験では、正面走行は44口径1 2 0トル各好法を使用して発射された重金属弾体。 アプフスズに対して自衛隊の公式発表では、良好な結果を得たという表現が用いられ、全面走行に関しては、M1A1A ブラムスを若干上回る防御力を持ち、側面は 35mm 鉄鋼弾の走射に耐えうる性能があり、上面は,は榴弾の破片に耐えうる対弾性能を有しているとされる。この対弾試験の映像の一部は、 マスメディアに公開されており、実際に対談試験映像を視聴した軍事ライターの雑誌記事によると、バンカー内に収められた90式戦車の正面に、対し別の90式戦車の手法により射撃を、実施試験終了後に、バンカー内から被弾した90式戦車が自走を行い、被弾者の車体正面の複合装甲に4発、 砲塔正面右側の複合装甲に少なくとも一発の被弾痕が確認でき、砲塔側も、車体側と同等の防護力を持つと推察できると、している。その他に、89式装甲戦闘車らしき車両から 35mm 機関砲により、90式戦車の砲塔側面を射撃する場面や、横向きに吊るした 155mm 榴弾を90、 式戦車の上空約10メートルで爆発させる場面、離体化で地雷を爆発させる場面が試験映像中にあると紹介している。砲塔後部にある即溶弾収納部分の上面は、被弾などによって搭載する砲弾が誘爆した際に、パネルが吹き飛び、エネルギーを上に逃がす、ブローオフパネル構造であり、乗員の安全性向上が図られている。 両線射撃を行うため車体を前傾させた様子。車体を前傾させた様子。車体の砲塔左下側に操縦手が乗車する。操縦席には、一可変辺 T 字型走行ハンドル、電気式、アクセルペダルや乗用ブレーキ、アシストシリンダー付けの駐車ブレーキなどの操縦装置、57個のボタンや、軽機類がある。ペリスコープにはワイパーが備わる。 車体底部に燃料タンク、後部に冷却ファンとそれを挟む形で潜水用逆流防止弁が付いた排気管がある。その上部に変速走行機オイルクーラーとラジエーターがある。操縦席の右側が予備弾薬庫となっている。また、先々台の61式戦車、先代の74式戦車と伝統的に踏襲されてきたヘッドライトの位置が 本社からは、車体正面層乾板の左右両側となった。喧嘩装置は、前側の第1点輪と第2天輪、後ろ側の第5天輪と第6点輪が、油気圧式、中央の第3点輪と第4点輪は、トーションバー式というハイブリッド式サスペンションとなっている。車体を前後に傾斜させる機能と、車高を昇降させる機能により、 丘などの稜線を利用した射撃において、効率的に車体を隠すのに役立つ。74式のように左右に傾斜させることはできない。ストレート動座を装着した車両も存在し、待ち伏せなどでの陣地構築の際に用いられる。また、専用の装備を持つ一部の車両は、車体前面に92式地雷原処理ローラが装着できる。 正式化当初からレオパルト2との形状の類似が指摘されており、防衛庁の担当官がこのようなのが欲しいと発言したという逸話がワールドタンクミュージアムの解説書に掲載されていた。実際には90式戦車の複合装甲はレオパルト2の分割配置複合装甲とは異なり、 ルクレールと同様に複合装甲の着脱が容易な内装式モジュール装甲だと考えられている。また、形状以外では、90式では、全面投影面積や砲塔容積の削減で、主要国の主力戦車と比較してコンパクトに設計されており、新素材の採用などにより防御力を犠牲にせずとも、軽量化が実現されている。エンジンには、 三菱重 ZG32WT 水冷にストローク V 型重気筒ターボチャージドディーゼルエンジン変速機には三菱 MT1500 オートマチックトランスミッションが採用されている。これらはパワーパック化され土浦駐屯地での公開実演では20分以内での交換が実施されている。1972年に 技術研究本部で 10ZG32WT の原型となる短筒型の実機の試作が行われ、1977年から1978年にかけて 10ZG32WT の8、機祷型である 8ZG の試作が行われた。1978年から1979年にかけて、初内試験が行われ、 最大出力 1196PS、2600RPM を達成した。これらの研究成果をもとに1982年に 1500PS を達成した 10ZG32WT が完成した。10ZG32WT は 1500PS 級ディーゼルエンジンとしては、排気量 21500cc と小型で、また、 耐久性に関しても15分間における定格最大出力 1500PS を達成しており、諸外国のディーゼルエンジンとの比較においても10、ZG32WT は過酷な高出力下での高い耐久性を達成している。90式戦車の加速性能0から200メートルまで20秒という数値であるが、諸外国の 第3世代戦車と同一条件で比較した場合、レオパルト 2A4 が推定23.5秒、M1 エイブラムスの試作車 XM1 が推定29秒であることから、90式の加速性能は諸外国の第3世代戦車と比較して大幅に優れていると言える。制動能力も高く、全制動時では時速50キロの速度から2メートル以内で停止。 可能である。配備当初は、不用意に制動を行った際に上半身を車外に出していた社長が胸部を打撲したこともあり、殺人ブレーキなどと呼ばれていた。普通科部隊の前進を援護する90式戦車。10ZG の燃費性能は、定格燃料消費率 234g、kWh、最低燃料消費率 226g、kWh と、 技術研究本部の元研究官による雑誌記事において公表されている。同雑誌記事では 10ZG の燃費性能を他の新型1500馬力級ディーゼルエンジンと同一条件下にて比較した場合、1990年代初期に技術研究本部が研究試作したターボコンパウンド搭載の4ストローク多機等ディーゼルエンジンや1990年代 前半に登場した、ドイツのムツ車製のムツ、MT883 か504、50ストロークディーゼルエンジンなどより 10ZG の燃費性能はやや劣るとしている。なおムツ車の公開資料によると、レオパルトニーに搭載されているムツ車製エンジンの一つで、あるメガバイト873の燃料消費率は約250、約2 5 0トアワー。 MT883 の燃料消費率は 220g、kWh となっている。よって 10ZG の燃料消費率はメガバイト8 7 3に対して、やや優れ、MT883 にはやや劣ると考えられる。8気筒型である 8ZG の燃費性能は、全負荷最低燃料消費率 191g、PSH と公表されている。 90式戦車は諸外国の第三世代戦車と比較して、航続距離が低いとされることから 10ZG エンジンの燃料消費性能が悪いという指摘があるが、同一条件下におけるエンジン単体の燃料消費量は前述の数値の差程度である。また、戦車の種類によって、車体重量、燃料搭載量などの条件が異なることに加えて、メーカー、国、 軍事機関などにより燃料消費率の測定基準が異なると考えられる以上、一概に航続距離の数値をもってエンジンの燃料消費性能を論ずるのは適切ではない。平成13年度時点で開発から10年以上が経過した90式戦車は諸外国の技術水準から取り残されつつあり、早急に国際的な技術進歩の数正に、 対応していくことが必要不可欠であると指摘されており、諸外国戦車との比較では90式が装備していない C4i 機能が M1A に、レオパルトに、ルクレールには装備されていることが示されていた。これを是正する措置として、現在、第2戦車連隊の配備車両には、戦車連隊式統制システム端末の搭載が開始されている。 この T-Rex 搭載型は2010年8月23日から9月22日まで北部方面隊で行われた総合戦闘力演習現部 2012C4ISR 部隊として参加している。ただしその後野外通信システム交代域多目的無線機が配備されると T-Rex は使われなくなっていった。ただし90式の内部スペースや 給電能力の制約により、これ以上に高度な C4I 機能の負荷は困難であるとされている。このことから、より充実した C4I 機能などが付与された後継の新主力戦車として重式戦車が開発された、高進艦射撃を行う旧重式戦車。実戦での運用例はなく、秘匿情報も多いが、公開される性能から第三世代型戦車としては、 M1A2A ブラムスやレオパルト 2A6 などと並ぶ世界最高水準の戦車の一つとされ2004年度のフォーキャストインターナショナル社による世界主力戦車ランキングでは M1A2SEP メルカバマーク4に続いて第3位に評されているまたアメリカ陸軍雑誌アーマーではアメリカ政府関係者の発言として90式戦車の 高度な機能として、移動目標照準時の自動追尾機能を上げ、その他に、敵目標の強移動認識、判定する機能の存在を推測する記述がある。北海道以外では、富士共同団などの教育部隊を除きほとんど配備、されていない。これは、戦車トランスポーターの少なさから来る平時の運用に、加え、調達数が減少した中で一括運用を行う、ためである。 開発当時の運用構想では、北海道に着上陸進行するソ連軍の機構師団を、北海道のゲニアで迎え撃つことを想定しており、北海道の北部方面隊に優先的に配備された。この方針は、ソビエト連邦の崩壊後も変わらず、中期防衛力整備計画以降では、北部方面隊の74式戦車を更新して、 北海道の戦車部隊を90式戦車に統一する方針だったが、平成25年度に第2戦車連隊へ10式戦車が配備されており、変更された模様である。また、例外的に第7師団例下の第7偵察隊にも配備され、主に威力戦闘偵察に使用される。戦車共同体所属車両。土浦中屯地器学校での90式戦車。 陸上自衛隊富士、学校陸上自衛隊武器学校、整備教育用北部方面隊1990年度から2009年度までの19年間で341両が調達された。年平均の調達台数は約18両。調達価格は整備用工具や予備消耗部品が含まれた総合価格となっている。バブル景気の真っ只だ中に採用が決定され、 量産効果による価格低下も見込まれて一両約11億円という価格でも迅速に配備が可能という見通しだったが正式化直前のバブル崩壊と翌年のソビエト連邦の崩壊に伴う防衛費の減少、削減、今後大型護衛艦など他の正面装備の拡充や戦車保有数の削減などと時期が重なったこともあって予想通りの調達ペースは得られなかった。 調達当初の3年間は一両約11億円前後であり、少数生産にとどまる以上は、開発費や設備投資の消化も考えると一両あたりの価格が高騰する事情があるが、4年目以降は一両約9.4億円となり、継続的な調達による量産効果で2001年度以降は一両約8億円まで単価が減少した。90式戦車は他国の 第三世代戦車に比べて高価であり、外国産戦車を輸入すべきだったと批判されることがあるが、他国戦車を輸入した際の価格に関しては、軍事情報雑誌ジェーンズ発行のレポートによれば、アメリカの M1A にエブラムスを呼び、ドイツのレオパルト 2A6 は輸出実績でいずれも1両あたり10億円を超えており、フランスのルクレールは自国型でもそれに並ぶ価格となっている。 90式の調達は2009年度で終了し、2010年度からは10式戦車の調達が行われている。90式戦車は北海道の地形や道路条件を想定して開発されたものであり、他地域でのより柔軟な運用を行うにはさらなる小型軽量化が望ましいとされた。このため、後継の10式戦車は40トン級の戦車として開発されている。 90式戦車の重量は74式戦車を約12トン上回るため、北海道以外では通行可能な場所が限られ運用上の困難が多いとして、戦車不要論の補強や自衛隊批判の引き合いに出されることがある。実際には、全国の主要国道の協量17,920箇所のうち65%は90式の通行が可能であり、 より軽量化された約44トンの重式戦車では、これが84%に向上したとされるのに、対して、約62から65トンの海外主力戦車が、通行可能な橋量は、約40%と想定されている。各国の主力戦車と90式戦車の重量を、比較してみた場合、であり、90式の50トンという重量は60トン、以上ある。 旧西側の先進各国の第三世代戦車などと比較すれば10トン以上軽量となる。大型車両の走行を前提としていない小型の橋は除いて主要道路などのダンプやトラックが通行できる橋はすべて通行可能になっている。試作車の車体全部の方向指示器及び全消灯。実際に北海道では90式が 中屯地と演習場の間の行動を自走で移動することがある。また、第五旅団の旅団創立記念行事への参加、撤収の際に、鹿追中屯地から帯広中屯地までの約 45km の一般行動を自走で移動することもある。90式が舗装路上を走行する際は、路面を傷つけないよう理体に、 路面保護用のゴムパッドを装着して走行する。これは平時に無用に道路を痛めないための配慮であり、有事の際にはゴムパッドなしの履帯でそのまま走行する場合もある。欧米では実際の市街地で行われる訓練や式典などでも戦車が一般行動を自走する。駐屯地から演習場までをつなぐ道路が通常の履帯に対応したコンクリート舗装で、 補強されている場合や、スリップの恐れがある。陶器の積雪時には、ゴムリ体を装着せずに道路を自走する例もある。90式は、方向指示器を装備しているが、これは、平時の行動走行用で、レオパルトに、ルクレール、チャレンジャーになどといった、欧州の主力戦車も、方向指示器や全消灯を備える。これは、戦車以外の走行戦闘車両においても同様。 また、一般行動を自走で移動する際は、サイドミラーを取り付けるが、欧米の車両も同様に取り付けて走行する。トランスポーターで運搬される場合は、積載量と安全面の問題から砲塔と車体を分離して夜間に運搬される。最大積載量が50トンの特大型運搬車では、砲塔と車体を一体化させた状態で運搬することが可能だが、 最大積載量が40トンの73式、特大型セミトレーラーの場合は、砲塔と車体を分離して運搬する必要がある。複雑な電子装備や油圧系統を持ちながら、車体と砲塔は、比較的容易に分離できる。重量50トン以上の戦車を供与するには C-5 ギャラクシーや C-17 グローブマスター3、アン -124 ルスラーンといった。 最大級の輸送機が必要とされる。航空自衛隊は、その種の大型輸送機は保有しておらず、また、航空自衛隊の自輸送機である C- には、大型の手術者や送輪装甲車の搭載は、想定しているが、戦車の搭載を想定しているという情報はない。2006年度から導入された KC-767、空中給油、輸送機のペイロードは、 C- マイナスにより大きく、トラックなどを搭載できるが、戦車は搭載できない。津軽海峡フェリー、なっちゃんワールドへの積み込みの様子。海上自衛隊の保有する、大墨型輸送艦では、最大10数量程度を輸送可能。また、大墨型輸送艦に、各2艇ずつ搭載されている、エアクッション型揚陸艇は、積載能力が70トンあるため、 90式戦車を1両ずつ運搬し、海岸に直接上陸させることが可能である。ただし、90式の大規模な部隊をまとめて輸送するのに、必要なだけの輸送艦を自衛隊は保有していない。民間船舶による輸送の例としては2011年11月、民間船、ナッチャンワールドによって、訓練のため北海道の苫小牧港から、 大分県の大分港まで90式戦車4両と89式走行戦闘車10両などが輸送された例がある。74式戦車以降、自衛隊では鉄道輸送を考慮した戦車を開発、採用していないことから、それを輸送するのに必要な車両や機材の開発や調達も行われていない。2017年6月21日。 北海道大演習場千歳、江庭地区で、訓練中に横転し、乗っていた30代の男性隊員が、戦車の下敷きになり死亡した。チャイコフスキー作曲の1812年は、大砲を演奏で使うことで有名であるが、2017年の、第11旅団総体9周年、マコマ内駐屯地会長記念式典において、90式戦車6両による空砲を利用した。 演奏が実施された。ありがとうございます。